はい、今日もやってまいりました。しーちゃんのドナナ TV、 イエーイ。はい、今日で7段目というわけなんですけども、今日は何の曲になるでしょうか。行ってみましょう。こりゃ、はい、今日はこの夜朝という曲を歌いたいなと思います。夜朝ね、これは大学生の時に作った一曲なんですけれども、なんかこう自分が弱いっていうことで傷つけたんだなと思って作った一曲です。では聴いてください。夜朝。いつも逃げてた涙のせいにして、一人じゃできないよなんて、はい、今日は風見静香で弱さという一曲をお送りいたしました。はい、この歌になんか一見聞くと恋愛ソングなのかなって思うんですけれども、まあその恋人に限らずですね、自分が弱いっていうことだけで仲間だったり家族だったり恋人だったり大切な人を傷つけるっていうことをすごく大学の時に、まあ、体験しまして、自立してないっていうことをこんなに人を傷つけるんだなって思って、その嘆きで出来上がった一曲でございます。はい、今日もどういかがだったでしょうかね。ちょっとなんか考えたか、はい、今日も、風を見て穏やかに香ると書きまして風見静香がお送りいたしました。今日はまた明日お会いできる、楽しみにしています。さよなら。